はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日は契約のこれですね、採石場からの配達。はい、これをね、やっていこうと思います。通常は土、金、その他岩石を積んだコンテナを工場に直送するが、火事で無事だったのはわずかだ。鉄道駅が再開したから、そっちにすべて届けてくれないか。ということで、特大貨物2個を、オルバニー川の鉄道の駅ですね、まで届けると。で、今ちょっとね、特大貨物を1個通院室屋に乗せて、もう1個取り出そうとしたんですけど、なんとね、こんなところに。一応その時も録画があるんで、1回流してみますか。こんな感じか。おお、何が何が、え、ちょっとどこ行った、浮いてる。はい、なんでとりあえずそこの近くに行って、それがまあ落ちてくるなら乗せていこうかなと思うんだけど、かえってさ思ったけどさ、上まで回ってから回収した方が良くない、これ。いけんのそこ。あー微妙やな。こっち回っていこっか。ここまで行ってからクレーンでつないだ方が、いちいち乗せたまんま上に行かなくていいよね。1個はツインステアで運ぼうと思ったんだけど、こっちもちょっとそこなるべくあんまり近づかずに、落ちないでね、近づかなければ時間は動かないの世界だね。よし、これでちょっと上まで行っちゃって、ここ行けるかな、ちょっと怖いな、ちょっと怖いな。もう勢いで行くか、勢いで行くか。危ない、大丈夫か、危ない。大丈夫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 。クレーン使おう、クレーン使おう。怖っ、危ないよ。とりあえずクレーン使って起こす。この辺ウィンチポイントは全然ないんだよね。よ、はい、切った切った、なんか石落ちてきた今。ちょっと前進もうか。うん、杖つきながらね。こっち右ですよ。そっちまで一回行ってちょっと戻ってくる。ここで曲がるの難しい。もう行ってらへんなら言うたんだ。まだ浮いてるよね。尾の上をターンして、もうクレーン片付けていい。ガソリンがあんまりないんですよね。と前運んだツインステアからちょっと最後ガソリンもらっとくの忘れてたんで、途中でちょっとシビリアンがいるんで、給油はまあシビリアンに来てもらいましょうか。ここ行くでしょ、浮いてるんですよ。びっくりした。まあ最悪なくなったらこの契約をリスタートすれば多分復活するとは思うんですけど、ここまで来た、届く、落ちそうじゃない、でもなんていうのかな、繋がった瞬間下に落ちるでしょ。そしたらこけへん、このアンカー一応出しとくけど、届くかな。結構そっちまで行かないと届かなさそう。いけるか、そんなミッションやったことないよ。空中にあるものを回収する。落ちないでね。落ちたらちょっとまた戻らないかな。ちゃう、大丈夫か、この辺。 OK、 もういやどうだろう、届くかな。クレーン使う。あ、もうポイントが出た。アンカー一応出す。
つなげるでしょ。つなげたらあの荷物落ちていくじゃないですか。その重さで、ハンドルって下に落ちそうな気する。これを、ここについた状態で、クレーンを、ここに杖にした状態でつなげる。いきます。はい。おし、大丈夫。意外と軽かった。もう持ち上げましょう。これでだいぶ手も省けましたね。これを担いで、ここをぐるぐる登っていかなくて済んだって。よし。作戦成功。ちょっとヒヤッとしました。大丈夫。じわじわ。はい。とりあえず乗せよう。別にせやと、登る、とりあえず採石場を脱出しないと。これでいいですよ。アンカーを戻し、バックする。ちょっと地面が見えにくいんだよね、これ。石がある。はい。ちょっと使ってる。狭いからね。登りきっちゃおう。もういけるかな。いけそう。まあバグもね 利用していきましょうと思って、こっち、どうしよう。その道まで出とこうか。いろいろ引っかかりそうでした。もうちょっと行ったらシビリアンが来てくれて、今つないでるよ。来てくれてるので、ここまでなんとか持っていきたい。よし。で、一旦止めて、ここでしょ。で、ここにシビリアンいるんですよ。旧燃料キャリア積んでるんで。で、なので、あと、ツインステアを持っていきたい上に。こっちもそんな言うてガソリンないんですけどね。これはどういったらいいの？こういって、ちから行った方がいい。行って、バックで、ここちょっと怖いんですよね。さっき、ヘスタンサーが通った一応行く方がいい。ここまで行って、こうバックで行く。最初、ここバックで行くか。の方が、いいかな。切り返し。いやー、でもそこちょっと難しいな。こっちはまあ、まっすぐ行くか。こけたらまたさ、助け呼ばないといけないでしょ。さ、こけたもんね、さっき。危なっかしくない？危なっかしいな、ちょっと気に入っちゃうよ。で、あー、危ない。よし、耐えた。ギリギリ。長さで。とりあえず登る。登っちゃう。ここは切り返して、上がれないから。で、危ない。すっごいバランス。よし。で、こっからバックね。こっからバック。こっち、上をバックで行った方がいい？まあいいわ。これでこうして、もう、同じようなもんでしょ。危ないな、そこ危ないな、危ない。ちょっと行ってよ、そこは行ってよ。頼むよ。で、それくっつけとこう。よし。怖っ。ちょっと感覚が違いますね。デフロックは、ちょっと待って。デフロックは、外しといて、微調整ができないね。ウィンチないし。ちょっと進めへん。曲がらへん。思ったより。思ったより曲がんない。
切り返すにしても半スペースがないからな。ちょっとだけやり直そう。もうちょっとちゃんと進むべき方向に向いておかないと分かんない。よし、いけるか、いけるか。おお、意志があるな。あー危ないギリギリ。よし、やっぱり最初にバックで行くべきやった。どっかでは結局バックで坂を登らないといけないから、ね、あるしかない、あるしかない。71しかない。いけるか。はい、もうちょっと、ちょい微調整。なんかこけそう、こけそうだけど、こけそうだけど、ちょっとデフロック使いたいな。デフロック使いたい。よし、坂だしね。でここはこっちに切る。バランス取っていく。 OK。 むずいな、ツイステアのバックむずいな。ちょっと違うね。よし、でもなんとか採石場からは出れました。で明るくして、そこまでまず行っちゃう。こっちで引っ張った方がいいかな。スタンサーで引っ張る方がまあいいよ。前の車の方がちょっと、あぶね、制御が必要だし。はい、違う、はい、とりあえずガソリン、シビリアンのとこまで行きたいんだけど。よし、行けるか。ちょっともうちょい前に積んどこう。はいはい、火は大丈夫だけど引っかかったりするかな。ここ行きます。もうちょい短くしときたい、短くしときたい。あぶねあぶねちょっと怖いな、うん、もうまあもうあの距離的にはそんな長くないんで行っちゃいたいけど、なんか後ろの車の方が速いぞ。スミステアの方が早い。追い抜いてくる、追い抜いてくる。危なっかしいな。ちょっと後ろ見ながら行くか。これはローギアって、慎重に。ガソリンどっちも全然ないね。なんとかシビリアンまでは行けるかな、うん、よし、これでオルバニ川のマップに入ったらもう坂登って降りるぐらいなんで、もう大丈夫。あと難しいとこあるか。採石場から出るのが一番大変だったと思う。途中ちょっとこれ細い道あるよね。ここだけ心配。え？ガソリンない？大丈夫。これで、ここ、あれシビリアンどこや。もうちょっと行かなか、もうちょっと行かないといけないけど、ガソリンなさそう多少ちょっと向かいに来ないといけない。ロック、はい、慎重にローギアで。前は見ない。あー、ここはちょっとデフロック入れるか。よし、当たる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 。荷物か、ベトコが通りにくい。うん、まあ、今の角度ならなんとか。ガソリンがないな、もう。先生はどれぐらい残ってるか。もうカクカクしてるね。
遠征はもう14しかないわ。ここまで来てもらおうか。うん、まあ、ここにいるしね。これでいっか。そして、続きいきましょう。じゃあ。はい。はい、これぐらい、うん、結構ちょっと近いかな。いいか。で、この後がちょっと狭いところがあるよね。ここが心配かな。まあ1台ずつ行ってもいいかな。ちょっと近すぎたな。カーブ曲がるところでどうせ多分1個ずつ行かないといけないから、カーブまで行くか、ね、ちょっとこの辺は道、引っかかるかな。大丈夫でした。で上ちゃう、何ここ、こう来て、あ、ここか。どっちがいいかな。すぐ行った方が良さそう。いや、まあええわ。道なりに行こう。じゃあここは1台ずつ行きましょう。ちょっとさすがに危なっかしい。ここね、ここ危ないよね、結構。うん、まあでも特大貨物でつっかえになってくれそう。ほら、ひっくり返った。危ないね、こういう使い方。ツインステアの方がちょっと怖いな。ツインステアはまっすぐ行った方がよかった。この上も大概なんですよね。土転がってるし、この辺まで来といて、止める。ツインステアがオプション、ステアまっすぐ行くか。ここ危ない、ね、まあいっか。ウィンチでここから支えながら行くか。安定感はまあありますからね。ちょっと大きく回って、これをつないどいて、引っ張りつつ、いけるいける。あー、危ない。難しい。よし、これでいけますね。明るくして、あとこのカーブ曲がって、この坂はもう降りないですよ。道なりに行ったらもうゲートだから、もう大丈夫じゃない、さすがに。よし、こう、まあ慎重にね、行きましょう。下りだからちょっと怖いね。ゆっくりしよう。ゆっくりじわじわ行きます。危ない。はい。おーっと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 、怖え。あ、ぶつかった。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。全然カーブで曲がるラインがちっちゃ、あと荷物がもう、これはさすがに修正しないとこけちゃうよね。よし、真ん中に戻して。これぐらい。よし、押して、よし、ちょ、もうちょっと前行こう。危ないね、引っかかりそうやな、荷物。もうちょいで、どうなってるの。そこまで行ったらもういっか。よし、でツインステアで、全然曲がり方全然違うもん。ここでも前登ってきたんだよね。
ようやったな。降りる方がまだ楽そう。ちゃんと来てる？一応乗っかってます。あ、なんかクレーンにめり込んではないか。よかった。一回なんかクレーンに突き刺さってた時ありましたよね。これぐらいかな。これぐらい？よし。あとは駅のそこですね。これさ、ここ登っていかなくてもこっちからの方が早い？いつもだいたいこっちから行ってたんだけど、まっすぐ行ってみようか。ここが楽そうだね。もうでも駅行くことあんまないか。違いんでしょ。あんまり変わらなさそう。距離的にもそうだし、道のり的にはちょっとでもぬたってる感じか。これぐらいならデフロップでいくんじゃない？うん、山登る方がなんか険しい感じするよね。うん、でかいにも、うん、やっちゃったー。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、これ起こすん大変じゃないか。余裕こいてたらこんなことになっちゃった。あー、どうしよう。一回もう荷物置いてくる？置いて帰ってくる？この状態で救助するの大変やもんな。ちょっと置いてくるか。持ったままごちゃごちゃすんの動きにくいしね。まあいいか、この辺に置いとこっか。これにスタンスターに乗せる分には別に楽だもんね。一日ツインセアを持っていかないと納品できないからね。焦げちゃった。で、もう余裕だと思ってた。押せんのかな、俺。このさ、一応ウエスタンスターもヘビートラックの部類だけど、サイズ、大丈夫。うん。サイズがちょっと違うよね。さすがに。違うから。この岩に乗り越えた後にウィンチつなげて、そしたらここにまあ引っかかるから、いいか。起きて OK。 よし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 。で、戻ってで密着してればそんな簡単にはこけないでしょう。はい、荷物これを乗せます。はい、これが消えたりするとちょっと嫌ですね、さすがに。もう一回やればいいやみたいな感じにはならないね。はい、はい、行けました。でこれちょっと向こうに行っちゃおう。普通にこけたな。まあ本来牽引して引っ張る車ではないっす。
このスペース横通れる？坂を登っていった方が早かったな、やっぱり。たどり着いた。向こう側だよ。あどっちも引っかかるんだ。まあまあ、事故に、大事故にならなくて。1台ずつ行くか。これはこっちから回った方が良さそう。花見を突っ切って、よっと、ここね、その枠でしょ、ここじゃないかな。1個ずつってこと、2個。こっちは何、こっちは何なんだろう。で止めといて、ツインステアにして、ここいます。まあ、なんとか行けましたね。ツインステアもね、もっと荷台のバリエーション増えたらいいんですけどね。それこそ丸太とか運ばしてほしい。長い丸太そのまま詰めたらいいのに。よし、これぐらいにしといて、あれ、これだともう出てこない。あれ一回出ないとややこしい。2個踏むとちょっとややこしい。こうして1個納品で、もう1個は下げて、よし、積みます。出た、はい。で、はい、うまくいった。工場がダウンしている間、戦利品をこのように出荷しなければならない。そしてこれがあなたの苦労に対する報酬ですと。まあ、結構もらいました。よし、はい。そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていこうと思いますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。